皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中3数学、今回は平行線と台形というタイトルで長さを求める問題、これを説明していきます。下の図でこれですね、 AD 平行、 PQ 平行、 BC の時 X の長さを求めましょう、こういう問題です。まずじゃあ平行な部分印をしておきましょう。 AD 平行、 PQ 平行、 BC、 この3本の線が平行なんですね。でまず求めるとき、頂点 A から DC ですね、 DC と平行な線を引きます。これと平行に頂点 A から線をこのように引きますと。と、この線とこの線も平行ですよね。こう見ると、ここの四角形ですね。これとこれ平行、これとこれ平行ですから、平行四辺形ですね。ですから、平行四辺形って向かい合う対辺の長さ等しいので、AD と、ここの部分、ここに印をつけましょう。ここを E として PQ と交わっている部分、ここを R としましょう。で、AD が20センチなので EC、ここも20センチですね。同じようにここの ARQD も平行四辺形ですから、ここの部分も20センチ。こういうことが言えますね。で、BC の間に E があって、EC が20センチですから、BE、ここの長さも20センチになりますね。この時、ここにできた2つの三角形ですね。三角形 APR と。APR という三角形と、大きな方の三角形 ABE という三角形、これは実は相似です。なぜかというと、まず A の部分、角 A の部分共通していて、この PR と QE ってこれ平行ですから同位角等しくなります。つまりここの部分等しいんで、2組の角がそれぞれ等しいという相似条件に当てはまりますから、この2つの三角形ね、三角形 APR 相似三角形 ABE が言えるわけです。相似ならば相似比を使って長さを求めることができますね。で、AP の長さ、ここの長さは18センチですね。それに対して AB の長さは18+12、つまりここは30センチメートルということになります。そして BE の部分ね、 B から C までが40センチあって、 E から C が20センチだったので、ここの部分は20センチという長さが出ていますよね。で、ここのところを求めれば、ここのところですね、求める X の長さは P から Q までなので、ここの部分とここの20センチを足せば X の長さが出るということがわかります。ではこの PR の部分の長さを出すために、 AP 対AB の比を求めましょう。イコール18対30、これ簡単にするとこの2つの数6で割ると3対5ですね。ということは PR 対 BE も3対5になるわけですね。で、
と外交の積は等しいので、外側の 5×PR イコール2、3が60となりますね。で、両辺を5で割ると PR イコール12となるので、ここの長さは12センチと求められるわけです。つまり、ここの部分が12センチですね。X はね、PR プラス R Q ね、こことここを足せばいいんですね。PR は今12と出たのでイコール12足す、R Q これは20ですね。イコール32となって X は32センチメートルと。このように求めることができるんですね。よろしいでしょうか。今回は平行線と台形というタイトルで相似を使って長さを求める問題、この説明をしてみました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。